今何かいた気がしたけど、気のせいか。感じるコピこりゃどうも。守ってくれたのかな。そうみたいだな。劣化か。かわいそう。アンジールもどこかにいるのか。悲しい。お前何しに来たんだよ。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。うん、でもさ。大丈夫。分かってんだろうな。そこでじっとしてろよ。あとは俺が何とかする。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。ほら、ザックス、こっちこっち。ああ、なあエアリス、ワゴンができたら上の町でも売るんだろう。うん、まだちょっと怖いから。まずはスラムをお花でいっぱいに。何言ってんだよ。上に行くときは俺が一緒だ。心配すんなって。ザックス、ありがとう。よし、そうと決まればさっさとワゴン作っちまおう。俺材料集めてくれよ。エアリスはここで待ってろ。
材料集め行くんでしょ。私お花の手入れしてるね。材料集め行く。おとなしくしてろよ。おとなしくしてろよ。他にもいたのか。んじゃ、さっさとかかってこいよ。Activating combat mode. こら！狙うぜ！逃がすかよ！こいつらは新型の自走式兵器だ。モンスターを感知して攻撃する対ジェネシスコピー兵器として兵器開発部門がミッドガルに配備したものだ。ミッドガル内のコピーたちはこの新型がほぼ排除した。ふん、すげえな。ってなんで俺も襲われるんだよ。こいつらモンスターとソルジャーの区別もつかないのか。今のところはな。気に入らねえな。そのうち改良されるさ。ついでにゾン、あんたも気に入らない。エアリスを監視してたんだろ。まただんまりかよ。タークスにはタークスの仕事がある。お前がエアリスと遊びたいなら別に止めはしないさ。遊んでないっての。俺だってソルジャーとしてエアリスを守るために。兄ちゃん、花売りワゴンを作るんだってね。すんごいの作ってエアリスをびっくりさせようよ。いやいや、これはだな。エアリスを守るために。おい、トン。今のところ足りない材料は工具、木材、車輪、参考書。まずはワゴンを作る工具か。ここら辺に落ちてるんじゃないかな。この辺りには役立つものが捨てられていたりするんだよね。お、何か落ちてる。ボロボロのカメラだな。これじゃあ使い物にならないよな。ん？名前があるぞ。 TSENG なんて読むんだ。お、何か落ちてる。なんで兵士のネットがこんなところに。まさかこの土の中には。さすがスラム。
俺はプレジデントの息子だって言い張ってる友達がいたんだ。絶対デマだって思ったでしょ。でも根拠がない話じゃないんだよ。プレジデント死んだの愛人だった女性がスラムに住んでいたんだからさ。あいつが生きてたら母親を捨てたシンラにきっと復讐するだろうね。最近シンラカンパニーでいろいろミッドガルから引っ越して別のとプレジデントの息子ってい、お、何か落ちてる。おお、いいもの発見。これは使えそうだな。さすが兄ちゃん、いいもの拾ったね。その工具があれば花織ワゴンでも新ラメカだって作れそう。次は木材だね。肌触りがいい綺麗な木目のやつがいいよね。木材か。どこかに転がったりしてないかな。あ、確かスラムマーケットのあの店の近くに落ちてた。あ、ちょっと待てよ。なんだっけ、スラムマーケットに木材が落ちてるとか言ってたな。んなの落ちてたっけ。あんたここで何か拾ったみたいだな。俺の縄張りだってのにいい度胸だ。まあいいさ、早い者勝ち。それがスラムのルールだ。さっきの子ならマーケットの方に行ったぜ。木材を拾うとか言ってたな。あんたここまさっ聞いた話によると、昔絵に描いたようなミッドガルドリームがあったらしいの。それはウェイトレスとプレジデントシンラの恋物語よ。ああ憧れるわ、そんなドラマティックな展開。でもその恋の終わりは、気まぐれなプレジデントが彼女を捨てたの。はあ、チャンスがあっても現実ってそんなもんかしらね。プレジデント診断に捨てられた女性は数年、詳しい話を聞く。ここは5番街スラム。ケーキ工場とは無縁の街さ。スラムマーケットの方からプレートの上に行けるよ。最近シンラカンパニーってジュノンでおバカなファーストが指名手配犯を取り逃がしちゃったそうじゃない。まあ私たちには関係ない話だけどね。最近ジュノン、まあはね、田舎に彼女がいるんだ。こっちに来てからもずっと、はあ、やっぱり彼女に会いたいよ。でもすっごいと実はね、はあ、おじちゃんは金ピカのおじ女の子に、僕は誇り高きウッソルジャーやシンラ兵なんかには、ソルジャーごっこのメンバーが増えた。あいつコンド、
ファンクラブのメンバーにセフィロス様のお宝画像が配信されるらしいわ。でもすごいと思わない？セフィロス様の画像を入手するなんて。これも会長のおかげね。きっと会長はセフィロス様と親交が深いんでしょうね。セフィロス様とお近づきになれるなんて羨ましいわ。あら、早速メールね。リンゴを正宗で突き刺すなんてデンジャラスなお方。でもそんなところが素敵。で、3人目のスパイはソルジャーフロアに侵入し、大胆な犯行手口から推測する。お、この木ワゴンに使えそう。こらこら、君何をしているのかね。これが落ちてたんだけど、あんたの？落ちていたのではない、置いたのだ。実は花売りワゴンか。実はわしは大工でな、7番街スラムに住んでいるんだ。ここへは材料の買い出しに来ている。これも何かの縁だ。少しなら君に木材を分けてやろう。本当？それ助かる。しかしだ、わしは今7番街スラムに、君にその酒場の名を考えてもらいたい。酒場の名前？店の名前が決まればビジュアルが浮かび、その店のイメージが広がっていく。ずっと頭を抱えておったが、センスのいい名前が全く浮かばん。そんなの簡単。7番街の楽園セブンスヘブンってのは？セブンスヘブン、おお、シンプルだがコンセプトとしては良いな。ヘブンというからにはふわっといい気分にしてくれるんだろうな。おお、いいなそれ。酒と料理はもちろん、従業員も一流で、プレートの上のようなおもてなし。最高。そしてバーの地下には誰も知らない秘密の部屋が存在する。反神羅組織のアジト。まさしくスラム街の酒場といえよう。
俺シンラのソルジャーなんだけど想像が暴走してしまった。それくらい良い名前ということだ。いやはや気に入ったよ。恩に着るぞ。では約束通り。もさすが兄ちゃん、木材見つけてくれたんだね。だいぶ集まってきたね。次はワゴンの車輪を探そう。車輪があるところといえば、車輪、タイヤ、車、あれだよ、あれ、あの車。こら、だから待てっての。あの車って言われてもな、車なんてあったっけ。7番街スラム、さっきの少年ならば車といえば大切な人へのプルアクセサリーなら。列車に乗れば。プレミアムファンクラブの会員募集が。全然気づかなかった。さすがは幻とまで言われたファンクラブ。そう、でも苦労を乗り越える価値があるファンクラブよね。この間母ちゃんがいなくなっちゃったんだ。旅に出るって置き手紙があってさ、どこ行っちゃったんだよ。母ちゃんが旅にどこ。私たちファンクラブはジェネシス様の実家から活動資金を。でも突然連絡が途絶えてしまって、もう活動を続けていくことはできないわ。ファンクラブなんてどこにあるっていうの。私たちが一番の金持ちファンクラブだったんだから。なのに今となってはファンクラブ、金持ちファンクラブ、私たち、なのに今と。
ーチャー、どこ、ふっ、私でも、もうそんなの、ふっ、私たちファンクラブは、でも、もう活動を続けていくことはでき、そんなの、ふっ、もう金もわっ、ここは八番街噴水前広場から時計階段を登って歩いて、駅からは東方腐敗にまた、もうここは八番街のハンラブ、これからはラブレス勉強班が公式ジェネシスファンクラブとなるのです。公式ジェネシスファンに睨まれ、勧誘活動すらままならなかった、そんな時代も過去のものとなります。あっちのファンクラブ金がなくて困っているみたいだぞ。知りません。私たちがお金に困っていた時もあっちの連中は知らんぷりだったのです。今あっちと合併したらリンゴのジュエリーくれるって、たくさんあるってよ。リンゴのジュエリー、わかりました。そこまで言うなら交渉のテーブルにはついてあげましょう。誤解しないでください。物に釣られたわけじゃありませんよ。あなたの情熱に心打たれたのです。誤解しないでください。物に釣られたわけ、ジェネシスファンクラブとが、どうだ兄ちゃん、俺の愛車は乗りたくなっただろう。今ワゴンの材料を集めているんだ。それであんたに頼みがあるんだけど。頼みだって？なるほど。そのエアリスって女の子に花売りワゴンを作ってやるわけか。ああ青春だね。よし来た兄ちゃん、こいつを持ってきな。そのタイヤは俺の秘蔵のブツだ。時速230キロまでは耐えられる。俺もあんたの青春にかけてみるぜ。あ、兄ちゃん、さすが車輪を見つけてくれたんだね。よかった。
最後は参考書だよ。本がなきゃワゴンの作り方なんてわからないしね。ふんふんふん、参考書は僕がすでに用意してるのさ。な、何その目、盗んだんじゃないよ。あれあれ、ない、ない、大変だ、落としちゃったみたい。そんな、大事なものだからお宝入れにしまっておいたのに。お宝入れ？神羅兵のメット、ずっと前に拾ったんだ。神羅兵のメット、どこかで見たよな。おい、それを落としたのってさ。ってもういない。合併の話を提案してくれたの。この話がうまくいけばジェネシス様のファンクラブを継続していけるわ。あなたが話をつけてくれたそうね。ありがとう。あなたをファンクラブの特別隊員に推薦しておくわ。勉強班が学校のあなたが話をつけ、ありがとう。母ちゃんがたどっ、現在一般よろしく。この方はミッドガル発展のために壮大な夢を追いかけて、私の上司でも。力を貸してくれてあり、今度しか。ファンクラブか。俺もファーストらしくなってきたね。あんたはファンクラブの会員なのか？違いますわ。あ、そう。ファンクラブ会長ですの。ザックスさんは期待の出世頭ですからね。これからもザックスさんのご活躍を応援しておりますわ。応援ありがとね。目指せ神羅カンパニー取締役ですね。うん、そうだ、ザックスさんもファンクラブ会員に入れちゃいましょう。メールを送りますね。ザックスさんは記念すべきファンクラブ会員012よ。これから本格的に活動を始めますので、会員もどんどん増やしていきますわ。これ。
こんにちは。何かお困りのこと。ソルジャーの現在任務は入っておりまして、待機中に十分休息をと。死んだビルのソルジャーの場合、ちなみに点死んだビルのセキュリティは厳重で、ソルジャーの場合2階のエレベーターから展示室、ちなみに展示室およびこのエントランスは、さっき展示品の車のタイヤを盗もうとしていた少年がいたんです。まったく信じられませんよ。あんなタイヤを盗んで何をするんだか。不審な少年を見つけたら私までご連絡を。さっき待って。おお、タフなバイクですね。これを乗りこなすために僕も下半身を鍛えているんです。今日で全ての展示室の解説が終わってしまうんです。決めました。明日勇気を出して告白します。おお、これ今日君、これはハーディ・デイトナですわ。兵器部門が開発した V 型 DOH エンジンを搭載した最新鋭のバイクです。怪物的な馬力を誇りますが、出力の高さゆえ一般人が乗りこなすのは不可能です。乗り手を選ぶモンスターマシンと言えますわね。あら、こんにちは、ソルジャーさん。今日で全ての展示品の解説が終了してしまいますの。困ったわ。勉強熱心なのは嬉しいですけど、もう解説することがないわ。シドがいよいよ搭乗訓練を始めたらしいが、その訓練、本当なら私が、シンラは私から宇宙の夢を奪った。シドがいよいよと、仕事とはいえ仲間の兵士、さすがにニットが。なんてことだ。まったく、シンラカンパニーもこれだけ大きいビルにエレベーターが立つ。私は恥ずかしながら方向音痴でね、別に怪しいものではない。そんな、何とも言わせるな。私は何？バレているだと？こちらザックス、ウータイのスパイ発見。逃がすか。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば、我々にも何かしらの任務が下るでしょう。4人目のスパイの情報です。今回のスパイは男ではなく女性に変装している可能性があります。金に目がない性格だと聞いています。がそれだけの情報ではどうにも。
しようかな。顔は3点、あとは財布次第ってとこね。なーに、あなたもナンパ？ソルジャーか、早くあっちに行かないかしら。何よ、ソルジャーさん。くそ、バレたか。こちらザックス、ウータイのスパイを発見。待て！さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。5人目のスパイの情報です。情報によるとウータイ出身ではありません。別の理由でシンラに恨みを持っていると推測されます。宇宙開発部門との関わりがあった可能性があるらしいですが。シドがいよいよ登場くん。私がシンラを恨んでるだって。ああそうさ、それがどうした。くそ、バレたか。こちらザックス、ウータイのスパイを発見。おい止まれ。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。6人目のスパイの情報です。今回のスパイはウータイ戦争で活躍したソルジャーに恨みを抱いています。おそらくザックスさん、あなたの今わかっている情報はそれだけです。シンラの情報網に引っかからないとはスパイのエキスパートかもしれません。6人目のスパイの助、今回のスパイはウータイ戦争で活躍したソルジャーに恨み、おそらくザックスさん、今わかっている情報はそれだけです。シンラの情報網に引っかからないとは。ラザード統括失踪事件の真相調査の一環でここの捜査を行っています。用がないようでしたら立ち去ってください。ラザードと用、今までずっと思ってきたことなんですけど、ラザード統括って誰かと似てるんですよね。思い出せない。誰かに似てるのは確かなんですよ。誰かに似、調査した結果、ラザード統括の素性は全てデタラメでした。ラザード統括の評判は決して悪くなかったのに。人間、何を考えているか分かりませんよね。調査した結果、ラザード統括、人間、ラザード統括がホランダーに資金提供していたなんて、ソルジャーの給料がタークスに負けている理由はそこにあったわけですね。あのラザード、ソルジャー、
今ソルジャー司令室は証拠品の捜索中って話だぜ。どうやら例のシンラビル襲撃事件の黒幕はラザード統括だったらしいな。あの統括がね、いい人そうだったのに。人って見かけじゃわからないもんだな。今ソルジャー司令室はどうやら夢を持つことか。ザックスさんみたいなソルジャーになるためにもう少し頑張ってみるご。そのためにはまずスクワット。僕は以前治安維持部門にいたんですけど、そこでラザード統括に会ったんです。あの人の下で働きたいと思ってソルジャーになりました。統括が裏切り者だったなんて。ラザード統括は自分のことをあまり話さない人でしたね。統括は僕たちのことを知ってる。でも僕らは統括のことを何も知らなかった。僕は以前治安あの統括ラザード統括失踪のニュース聞いたか？ほんとびっくりだよな。今のソルジャー部門は統括不在で指揮系統がめちゃくちゃになっている。なんでもソルジャー部門と治安維持部門が合併するって話が持ち上がっているらしいぜ。治安維持部門と合併となれば俺たちの上司はハイテッカー統括になるんだぜ。あのおっさんにラザード統括の代わりが務まるかは疑問だよ。スカーレットさんならよかったんだけどな。ラザード統括失踪のニュース今マテリアとその生成について知れば知るほど魔鋼エネルギーの存在は悪ではないかと、そんな風に思うようになるんだ。そんな矛盾を抱えながら研究を続けるのはなかなか難しいと思うだろう。慣れてしまうんだよこれが。科学者は後戻りなどできないのだろうね。マテリアとその生成慣れてし僕の夢はシンラカンパニーマテリア部門を新しく設立することなんだ。まだまだ夢物語だけど、いつか実現する日が来るよう努力を続けるよ。僕の夢は、ラザード統括がホランダー博士に資金提供していた。博士がシンラを恨むのはわかるけど、統括も同じ理由だったのかな。統括には感謝しているから気になるよ。ラザード統括がホあと。ラザード統括いなくなっちまったな。
あの人がシンラを裏切るなんて信じられない。次の手柄でファーストにしてくれるって言ってたのに、あんまりだ。一生セカンドのままだったら俺もう生きていけねえよ。ラザード投下。ホランダー博士に資金提供していたのがラザード統括だったなんて驚きっす。尊敬してたのに。各部門の統括の中でラザード統括が一番いい上司っすからね。ハイデッカー、スカーレット、パルマー、リーブ、この4人が上司だったら俺は辞めてるっすよ。ホランダー博士に科学部門にいたとき、変な噂を聞いたことがあるんだ。古代種だと信じられていたものが実は違った。真相は上層部しか知らないだろうけど、本当のところはどうなんだろうね。数年前まではその結果が科学分野の大いなる進歩とシンラカンパニーの発展を先導したんだ。王女博士には悪いけど、古参スタッフも一致した意見さ。科学部門にいた時、こっち数年前までは王女博士の他にな。その結果が科学部王女博士。今日はザックス君の君の身体能力を体力測定の。Combat mode.
Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Activating combat mode. Let's go.
おっしゃアクティベイティングコンバットモード上がってこれはいうらっActivating combat mode. Oshimai! Activating combat mode.Thank you.